さんこんにちは、チョコバナナとリトルバナナです。今日はですね、実家に帰ってきたんですけれども、私一人じゃできなかった企画がありまして、それがですね、100円ショップで10点買い物して何点揃うかゲーイ。今回はですね、ダイソーに行ってきたんですけれども、最初はね1000円にしたんだよね。うん、だけどなんかダイソーって結構ね1000円超えの商品に、あ、1000円超えじゃねえよバカ野郎。ダイソーってね100円超えの商品、200円とか300円とかの商品が結構あったので10点を買いました。今回はリトルに照準を合わせて、私が合わせに行くっていう感じで購入してきたんだけど、そう、ヒントは最近ディズニーにハマってることと、うん、大学生活で困ってることはそのプリントが多いことです。夏仕様に部屋をしたい。そう、だから夏、その3点を私は重点的に考えたのと、あとは過去にこれめっちゃいいみたいな言ってたのを買ってきた。あと今更のヒントなんだけど、今更のヒントはいいわ。あ、そう、じゃあやってこう。一応言ってみて、今更のヒント。でかい、知ってる。うん、買ってきたとこ見てやったなってとりあえず見ていきましょう。袋でね、もう分かっちゃうのよ、出落ちなのよそれ。やる、せーの、じゃじゃーん。何何じゃないよ、これ揃えてきてるでしょ絶対。何じゃない、今回は揃った商品をリトルにプレゼントっていう感じだから、私が揃えないとプレゼントできないの。だからさっきのクマは募集よ、もう書く、募集書くでございます。リトルが出してって合ってる商品があったら、じゃあ私が出してくってパターンにする。1点目がこちらです。じゃじゃーん。はい、もうありえません。はい、ぬいぐるみアニマル論外です。500円って何なのよ。500円見えてる、これ全然見えないの。500円で抱きまく、それも聞いて、これ、うん、購入者第1号すごくない？いや、買わないでしょこのデカさは。いや、どれぐらいデカいかって結構デカいんだよね。全然さ、全然抱き枕で寝れるやつ。お昼寝の枕とかにもなりそうなぐらい結構ね。で、素材もね超いい。そう、ふわふわ。これね、他のキャラクターもいたよね。豚とか、うん、怠け者とか。あ、怠け者いた。いや、可愛いなと思ったけどさ、さすがにさ買わないでしょ。私の先生、残念ながらこちら没収となります。残念です。合わせることができなかった。すまない。ありがとう。ねえ、やだ。次行こう次。せーの、じゃじゃん。あー、買った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 。モンスターズインクのクリアファイル、クリアファイル買った。セクションファイル、これあれでしょ、プリント入れるやつで買った。そう、あのね、プーさん持ってて。あ、プーさん持ってたの、うん、そう、プーさんと2種類あって、プーさんにしか迷ったんだけど、でも、まあ、プーさんの色合い青とオレンジだったんだけど、あんま好きじゃなかった。そう、好きなんだけど、こっちの方が好きだから、こっちの方が爽やかだなと思ったからね、うん、こっちにしました。え、2個もらえるでしょ。あ、あげます。ありがとう、おめでとうございます。次、はい、次。でね、あー、ないです。いや、最悪。ずっと、これ欲しかった、欲しかった。出たから、出て、うん、これ欲しかった。出た時から。どうやったこれ、見たことないんだけど。今日見なかった、この子。出た時から、これずっと欲しかったんだけど、200円するのね、1個。だから、買えてなくて、別に人の金なら、買ってもいいかなって思ったから、ありがとう、なんか。この引き出しをね、うん、買ったの。これ欲しかった、ほんと。リップとか入れるのにすごい可愛いよね。ありがとう。本当にこちらいただきました、ありがとうございます。次、こちら。ちょっと待って、おかしいんだよな。ここぞとばかりに100円商品買っちゃってんだよな。引き出しケース。いくら？300円。舐めてんだよな。でこう引っ張るタイプついてて、しかもさ大きいねこれ。そう、だからついてんの、これをこうしたかったのね。こうここにね、したかったのね。こうしたくて、コスメとかいっぱい入るしね。そうそうそう、超使えるじゃん、ありがとう。なんか文房具も入れられるし、コスメも入れられるし、めっちゃ万能だと思う。いきます、次。また棚出てくる？もう棚は終わりだよ。終わりね、オッケーオッケーオッケー。次、はい、いきます、せーの、はい、アイシャドウブラシ。あー、ちょっと迷ったんだよな、ブラシ迷ったんだよな。買ってないです。そう、一本も？一本も。え、ちょ出落ちしていい？出落ちしていいってこと？え、ちょ、もう一本いっていい？あ、もう一本あんの？あ、2本買ってんの？ブラシ2本買ったの。2本買ってんのね。そう、アイシャドウブラシがなくて欲しいなって思ってて、うん、2本買ったの。超可愛いマーメイド柄とピンク柄があったから。そう、これめっちゃ迷ったの。ここに2個買ったの。あらー、すごい可愛い、これ本当にありがとう。え、次行こう。え、すごい、でも迷ったよこれは。すごい迷ったし、いいよ、迷っても合ってなきゃ迷えない。聞いて、この マーメイドのさ、この絵のところがさ、ちょっとオーロラっぽい輝きしてんじゃん。すっごい可愛いなと思って、アイシャドウブラシじゃなくて普通にファンデーションブラシみたいな大きいブラシ見たんだけど、200円したのね。あー、どうしよっかなって迷ってやめたの。はい、次。あー、そっちかー、バンブートレー。すごい惜しい。惜しいことしてる。惜しいの出していい？うん。こちら。じゃあ、惜しい、隣にあった。こ
あ隣にあったの、こっちが木製インテリアトレーっていうやつで、これが一番ちっちゃいサイズだったんだけど、これがね結構こう並んでたよね、こう普通にこう並んでて、ちょっとね大きいかなと思ったの。あ、そうなの？だからこれでなんかこうアクセサリーとか小物を置くのにこういい感じのサイズかなって思ってこっちを選んだ私は。やばくない？あと何個ある？あと3。あと3個。ちなみに、全部ポーチ。はい。ピッ。じゃあ大カットプリンセスシリーズのベルのポーチ。可愛くない？何入れるの？それ。あのお金とかでもいいのかなと思って。ああ全然いい。しかも大学とかだったら1000円ぐらいしか持ってかないし。まあこれ買った？買ってないです。はい、募集です。はい、ありがとうございます。次、これペンポーチなくって、結構かわいいね。暖色で結構かわいい。かわいい。ここにタイダイ柄っぽくて、布の中自由自在で20cmあるから、なんでメモ帳も一緒に入れられると思って。あ、入れられるね。今分けて全部入れてるやつ一緒に入れようと思って、これ、はい、次。ありがとうございます。ドラウスティングバッグ、巾着袋のベルです。ベルが一番好きやから、運じゃないんだけど。わかる、ベル可愛いよね。わかる。なんか普通のポーチより場所取んないし、どんな形にも、巾着ってペラペラしてるからどんな形にもなるから、そうですね、可愛いですね。はい、まあ私がね何を買ってきたかっていうのはもう気になって気になって仕方がなくて寝れもしないっていう話だと思うので、残りの8点私が何買ってきたかちょっとお知らせしたいと思う。もらったじゃん。絶対欲しいやつ買ってんの。企画だ俺。絶対欲しいやつ買ってんのよ。何こんなの。じゃあまず1個目いく。まず1個目、1個目こちらです。じゃじゃん。あ、絶対買うだろうなって思った。思ってなら買いなさいよ。これあのね、扇風機なんだけど、こんな感じ、キャンディー型の扇風機なんだけど、ここの横のね、これをね、このタグがついてるからあれなんだけど、やらせてやらせて。そうそうそう、これをなんかシュンシュンやるだけでなんか回るやつなのね。だから電池がいらないっていうのと、軽いなと思って買ったの。あとねこれ、靴下。全然忘れてた。白ソックス欲しかったな。白か、でもね白がなかったから、まあ、黒も使えるなと思って、黒のこの足首も守られるやつを買ったんだけど、ま、前いいって言ってたじゃん。100均の靴下めっちゃいいみたいな。で、私も100均の靴下めっちゃいいと思ってる人間だから、まあこれはまあ合わなくても私が履けんなと思って買ってきた。次こちら、じゃじゃん、ポリ巾着 SM セットです。あれだ、そっちの方が良かったの。巾着からならこのなんか巾着だって合ってる。巾着袋って言ってるの。まあ大体合ってるけど、まあ、この2つ2個セットのやつなんだけど、最近部活始まったじゃん。そうだね。それに使うかなと思って、この大きいサイズとちっちゃいサイズの2つ入ってるやつを、横にいい、そう、横にも使えるし、プールとかも使えるし、まあ部活でも使えるしと思って、ポップな感じの柄を買ってきました。あとねこれ付箋。持ってんの？持ってんの？あ、持ってんのね。持ってるパターン。ミッキーミニーと、なんか、トイストーリーと、プリンセスだったんだけど。あ、じゃあ、それ持ってないわ。この、モンスターズインクのやつ。その種類だけ持ってない。マジ？うん。を買ってきた。で、あとはね、これはね、まあ、ディズニーってのと、学校で使えるっていうので、こちら、じゃじゃん。ハンケティーフです。なんでそうなった？ハンケティーフ。ハンケティーフ。これね、私のおすすめ。おすすめのハンカティーフのヴィンテージ柄っていう、こうミニーちゃんとミッキーの柄が入ってるやつなんだけど、これ水の吸収率も高いので、ぜひ次行った時は買ってほしいなって思います。ほぼ100円商品なんだけど、1個だけ200円商品買ったの。うん、こちらです。ででん、プチケーキ型。あ、マドレーヌ。それで作りたいか。そうそうそう、なんかお菓子作りするじゃん、その時に使えるかなと思って、この手の形とこのミッキーの顔の形、あとねモンスターズインクのサリーとマイクの形のやつもあったんだけど、ミッキーの方がこう形になりやすそうだなと思って、ミッキーって分かりやすそうだなと思ってミッキーのやつを選びました。次こちら、じゃん。あのだからその夏っぽくしたいって言ってたから、お部屋を、だからこういう壁掛けのボードみたいなやつに、これまあそのまま飾っても可愛いし、ピンで刺してさ、ここら辺になんか飾っても可愛いじゃん、だからこれを買ってきました。最後がね、もう包んでもらっちゃってんだけど、これね、これ絶対買うと思った。ででーん、このねお皿です。ハート型の小さいお皿を買いました。薄ピンクで周りがね金のやつ。これアクセサリーとか置けるなと思って買ったんだけど、これ買おうと思ったんだよな。どうして買わなかったんでしょうか。というわけで私が買ってきた10点はこんな感じです。さすがにさ、2、3買おうと思わなかった。うち合わないんだよ多分結果論。結果合わないってこと。そう、兄弟だけど。バナナ兄弟は言うて合わない。言うて合わない。今度さ、私に揃えて買うっていうコーナーやろう。いいけど全然わかんない何返さなんか全然わかんない。というわけで大学おめでとうということで、今募集した者たちあげますけれども、やったー。
今度もっと大きいとこ行く、うん、じゃあ今度もっと大きいとこで私に揃えてやるっていう企画をしたいと思うので、まあ多分ねゴールデンウィーク中しか私いないからそのうちにやると思うんだけ ど近いうちにやるので楽しみにしててほしいなと思います。それではチョコバナナとリトルバナナでした。バイバーイ。バイバーイ。